サンス・パレールは、ビクトリア朝時代のイギリス海軍の戦艦。2隻のみのビクトリア級戦艦の2番艦。名前は、フランス革命戦争時代に、フランスから捕獲した戦列艦の艦名による。本艦の設計要素を決定するにあたり、海軍本部が要求したのは、手砲の炉ート装備から砲灯装備への復帰であった。サンス・パレールは、姉妹艦ビクトリアより、 わずかに遅れて巡航したため、イギリス史上最後の手砲塔を一基しか持たない戦艦となった。可能な限り後継の大きい手砲を装備したいという要望と、先行するアドミラル級戦艦のほとんどに装備された 343mm 砲のウーリッチ交渉での生産の遅れが手砲後継の選択に影響した。同じ理由からアドミラル級の最後の戦艦弁護は、 同級の他の艦よりも大きな後継の方を装備した。大後継砲の採用とターレットがバーベットより重いという事実から海軍本部の要求する排水量の範囲内では二門の砲を全部と後部に分けて配置することは不可能となった。その結果二門とも一つの砲塔に収められ上構えの前方に置かれることとなった。後方への火力不足に対しては 軽度の装甲を施した 254mm 砲一門が上構えの後部に装備された。この手法は500ポンドの重量の砲弾を毎秒 620m の初速で発射することが可能であり、理論上1000ヤードの距離から 518mm の鉄板を打ち抜くことができた。一方、エルズウィック交渉での 413mm 砲の 制作にも遅れが生じており、実際、アドミラル級とサンスパレールの機構から完成までの期間はほとんど同じだった。サンスパレールは、ナサニエル・バーナビーが設計した最後の戦艦となった、テムズ鉄鋼造船所で建造。サンスパレールは1891年7月8日に、チャタムで収益して、演習に参加し、その後予備艦となった。 1892年2月に地中海艦隊に配属され、1895年4月に引退してシアネスの港湾防備艦となるまでそこに留まった。1899年4月から1900年1月にかけて改装され、さらに1904年1月までシアネスの港湾防備の任務を継続した。1907年第一海軍協。 フィッシャー提督が推進した艦隊近代化計画の一環として、スクラップとして売却された。ありがとうございます。